MLB、ドジャース7、ニブルワーズ、日本時間14日、ミルウォーキー、ドジャースの大谷翔平投手は13日、日本時間14日の敵地、ブルワーズ戦に1番、指名打者で出場し、2戦連発の37号ツーランを放ち、5連勝に貢献した。外野手がほとんど動かない確信団にデーブ・ロバーツ監督もご満悦。彼がボールを捉えたら、 打球は飛んでいくはずだ、などと語った。大谷は3回西の第2打席で、元ソフトバンク右腕のコリン・レイが投じた88.2マイル、約141年9月キロ、のスプリットを捉えた。右翼2階席へ打球速度109.3マイル、約175年9月キロ、飛距離413フィート、約125年8月メートル、の豪快弾。右翼手も一歩も動かなかった。 8月は11戦5発。直近6安打は全て長打だ。指揮官は、昌平が正しい、方向に進んでいる、と長打を打つ。彼のスイングはボールを飛ばすことができる。彼がボールを捉えたら、打球は飛んでいくはずだと説明する。さらにそして、飛んでいったら長打になる。私たちは彼がストライクゾーンより低めを振ることを望んでいない。ボール球を振らないことは、 将兵にとっていいことだと述べた際立つ長打力にご満悦だった